さてアニソンある漫画アニメ研究部、この後はですねアーティストの方からのメッセージをお届けしましょう。斉藤朱夏さんからのメッセージです。斉藤朱夏さんお願いします。アニソンある漫画アニメ研究部をお聞きの豆部の皆さん、こんばんは、斉藤朱夏です。今年8月にミニアルバム靴紐をリリースした時にメッセージを寄せましたけど、皆さん覚えてますか？はい、ということで2回目の登場でございます。8月にね登場したと思うんですけど、まさかこう早くもう8、9、10、11、12、もう4ヶ月で2回目の登場ということで、ありがとうございます。まあ、皆さんね覚えていただけたら嬉しいななんて思います。そんな私斉藤朱夏は11月20日にファーストシングル36度パパパをリリースいたしました。今回のシングルは両 A 面でございまして、両方とも恋の歌を歌っております。36度はどこか人肌が恋しくなるような大切なあの人のことを歌ったストレートな恋愛ソングでございます。パパパは今現在放送中の俺を好きなのはお前だけかよのオープニングテーマであり、どこか甘酸っぱく恋をお花で例えていて、誰しもが恋をする瞬間に胸の中に開く、そんなことを思い出させるような楽曲となっております。そしてですねカップリングの方ももうヤバヤバのヤバになっておりますので、皆さんぜひぜひ聴いてください。シュシュシュとか特に本当にライブで盛り上がる楽曲になっておりますので、皆様ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。そしてこの番組は漫画アニメ研究部ということで、私の豆部活動をお話ししますとですね、最近はやっぱり漫画家でもある矢沢愛さんの作品にどっぷりハマっております。今最初に読んだのが天使なんかじゃない、そしてこの間読んだのがご近所物語を読んでおりまして、まあ、まだ見てないのがパラキスだったりナナだったり、その他にまだまだ作品がたくさんあるので、これからもっともっと手を出していきたいなと思いますね。矢沢愛さんのあの作品にとっぷり本当にハマってますので、皆さん機会があればぜひぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。そしてここで告知でございます。3月に東名阪のゼップツアーが決定いたしました。詳しい詳細は斉藤朱夏公式ホームページをご確認ください。また皆さんのところにぜひ恋の出演としてゲストとして出れたらいいなと思います。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。では最後に1曲お届けしましょう。11月20日にリリースした私のファーストシングルから斉藤朱夏でパパパ、斉藤朱夏でした。斉藤朱夏さんです。アニメ俺を好きなのはお前だけかよのオープニングテーマ、11月20日リリースになったファーストシングルパパパお届けしました。斉藤朱夏さんメッセージどうもありがとうございました。そう、8月のね靴紐の時以来ということでね、またこうやってねコメントくださってありがとうございます。豆部活動、矢沢愛さんの漫画天使なんかじゃないとかご近所物語とかね、いろいろ読まれているということなんですけど、斉藤朱夏さんまだお若いのでね、すごく、この作品も新鮮なのかなって、私なんかもリアルタイム世代なのでね、なんかまた読み返してみたいななんて私も思ってしまいました。で、ラジオネーム月島クリスさんからもねメッセージが届いてまして、今回の新曲パパパはアニメのオープニングテーマだけあって、作品のイメージそのままに曲で目いっぱい盛り上げてくれてますね。そして36度はパパパとは真逆なスローなナンバーで大人の雰囲気があり聞き応えがありますよと。いただきました。そうなんですよね、前回のねその靴紐の時は結構等身大というかね、いろんな面を見せてくれる、一枚だったんですけども、そのパパパは元気な感じで、36度はねいいですね、こう真冬こう冬にぴったりなラブソングなのでね、ぜひねこちらも合わせて聴いてみてください。斉藤朱夏さんメッセージありがとうございました。